やっていきたいと思います。さあ、前回のでね、訓練とかいろいろしてたらもうすでに行動力がなくなってしまったという状況でして、とりあえずどっかやるとこあるかな。うん、ないよね。ここも訓練はして残ってるな。訓練できるのかな。あ、一人だけいますね。やっちゃうか。はい。長素壁としますね。さあ、毛利家が、毛利じゃない、そうだね。毛利家がどう出てくるかですね。吉川元春いて。ああ、ここら辺は大したことないか。うん、92でしょ。うん。で、ここら辺で徴兵をする予定じゃなかったっけ？いた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 。ちょっとね、ここら辺をしっかりとやっていかないとね。こっちの方がいいか。一番高くて85か。よし。上から順に入れていっちゃうか。うん。戦闘順に並べた方がいいかな。はい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 。うん、ちょっと50、32か。ちょっと待てよ。こういう感じに減らしよっか。で、訓練をします。これだけで行動力なくなっちゃうね。で、ちょっと民中は上げといた方がいいから、余った人で民中上げときましょう。よし。で、ここも徴兵だけしときてえな。徴兵だけして戦闘順に並べます。よし。で、内政の施しをちょっとやっていきましょう。で、昇進は？ああ、いるなら今のうち昇進させとこう。褒美は？大丈夫だね。で、昇進した子が、あ、ここにいんのか。ああ、ここも訓練終わってないね。やっときましょうか。よし。もうこれだけで終わりですよ。はい。はい。斎藤家、斎藤家。お！いい木さん入ったじゃない。あかね姫。しょうがない。いい木さんどこ入った？ここにいないな。あれ？いい木さんとお姫さんどこ行った？あれ？ここにいねえのか？あ、これが、あ、これがあの女性ですね。足軽は B だけど、あ、いたねえ、いい木さ。うん、ちょっとあんましですね。戦いは得意じゃなさそうですけど、鉄砲にはできそうですね。いい木さは、鉄砲 B だけど、いや、もうこの戦闘力見たら、もう、足軽でしょうね。この女性を鉄砲にしましょう。そういう作戦で行くならば、おっと。揃えてきましたね。そろそろ攻めたいとこだけど、どこ攻めようか。ここ攻める？
ちょっとまずは訓練やっちゃいましょう。はい。でね、ちょっと物資で鉄砲買っておきたいんだ。200。誰で買わせようか。龍蔵寺高信、この人でいいや。よし、これで鉄砲の確保はできたね。あとはここの訓練次第なんだよな。ああ、訓練ができてる人たちはいますね。編成して移動させたいな。よし。あとはここら辺移動できそうだね。基本戦闘力低いからね。よし、移動させて。とりあえずこんなもんかね。移動させます。1,2,3 と。で、編成を行います。で、先ほどの鉄砲30をこうして、家久の兵士をちょっと一旦どかそうか。ここに混ぜちゃうか。で、この54とこれで、この人上がったよね。よし。で、家久足軽で10は余ったか。15余ったけど過労か。どうせつ種ヶ島さん鉄砲か。人数的には1,2,3,4,5,6,7,8,9 人ぐらいいるね。で、島津義弘が家久に剣術指導。マジか。しょうがないね。お恥ずかしいっつって7も上がってるからね。あとは鉄砲 S がいるなら66でしょ。この人には鉄砲教えられそうだよね。上がんねえか。で、とりあえず訓練はこれでいいから、あ、ここにも兵士持ちがいんな。訓練しとくか。いや、一人も二人もかんねえか。やっとけ。ここは82190。ちょっといろいろあれだね。戦闘力不足だな。誰か一人教育するか。才能があって低い。ここら辺だよな。ここら辺？あ、違う。よし。ダメか。さあ。敵が集まってこないね。ここは
大名だけでしょ。そろそろ一歩進みたいとこじゃない？したね。下進んじゃおうか。うん。編成をして。この人かな。そうだね。将来性146まで上がるから悪くないんだけど。こういう感じかね、とりあえず。で、訓練しときましょう。はい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 。で、徴兵できるところに移動させておこうか。ここでいいね。ここ。はい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 。ここもいっぱいいるな。ちょっと移動させちゃおうか。はい。こんなにいらないからね。はい。訓練して。よし。じゃあ攻めようか。こっちでいいと思うんだ。130か。こっちの上になっちゃうね。とりあえずこっちだな。2つ取っちゃうなりか。で、こっち戻ってくるか。で、ここ攻められてもいいようにしちゃうか。竜造寺をちょっと強くしたいな、早めにね。さて、全員で行くとちょっとあれだからな。勲功は稼ぎたいけどね。100持ってっからな。向こう鉄砲撃ちてえな。誰諦めるか。とりあえずこの人はあれだな、一人お留守番だね。よし、さあ急ごう。で、この人もこっち行っちゃおうか。はい。ここは以前戦ったことあるか。よし。さあ急げ。道だけ切り開いといて。82。よし。よし、引っ込んだな。47で、まあ、来ねえだろ。よし。25段か。はい。よし。ほら。一歩前出てもよかったかもな。さあここで壊して待機だね。うわ、向かってきたわ。はいはい。終了終了。
今行っちゃうよ。よし。お、一括使えるか。あ、ダメだ、前に出れなかった。鉄砲。ちょっと邪魔だからね。ちょっと一人もうこっちだな。二人こっちでいいや。もしもの時を考えてね。かな。無理に勲功を稼ぐ必要ちょっとないね。さあ壊して、龍造寺は城を取るだけね。で鉄砲でひたすら削ると。どっちで取るかな。この人で取るか。戦闘力上げてあげよう。よし。さて19ターン結構かかるね。さあ急いで。スイッ、はいはい、よし遠い、はいはいはい。もう別々で取った方がいいかもな。重いのか、時間かかるな。あと17ターンでしょ。ちょっときついよな。はい。まあ全員移動はできるからね。それぞれで取っちゃうか。ちょっと向こう鉄砲撃ってないのが残念だけど。じっくりとこっち行きましょう。急げ急げ。到着。この91あたり育ててあげたいけどね。勲功も稼ぎたいしね。どうしましょうかね。はいはい、よし壊した。さあ急げ。はいはい。あっと、よし。ああ曲がってきたね。予想通りの展開。裏、はい、こうして、はい、こうして。はい。よし。はい。さあ、いいよ。問題は雨だとあれなのか。きついな。いけねえか。よし。さあ叩いて。よし。
よし、壊せ壊せ。あとは鉄砲へになってくれることを祈ると。よし、はい、石吹き、石吹き、石吹き、誰で取るかな。やっぱこの人かな。でもここにいていいや。あとはひたすら撃つ。下の守りはちょっと弱いかもね。鉄砲 B か。大丈夫かな。まあ龍蔵寺がいる分なんとかってとこだよね。早く75持てるようにしたいね。さあ撃て撃て、実戦経験を積んで。次のターンだな。雨降ったか。この処理取ろうか。はい、よし。トギアナツ、でだよ、このままだとここが集中砲火されちゃうしまずいので、取られてもいいように移動しちゃいます。でどうしよっかな。正直鉄砲3人もいらないよね。そう考えるとこっちにこの子を移動させちゃいましょう。12歳、これで帳尻は取れそうだね。昇進は3人できる。あとは徴兵した兵士どこにいる？ああ、次のターンじゃねえと無理だな。12移動はしてある状態か。ちょっと移動しとこう。あとはあれ、鉄砲火余ってんじゃん。マジか。鉄砲 S は上いればいいよね。ここ8人いるけど8人戦ってないでしょ。こっちに移動しよう。あぶね、もったいないことしてたな。で、なんか教育いる？いるじゃん。よし、19上がった。あと5か。才能あって落ちぶれてんのはここら辺だよね、やっぱな。100、よし。で、これで一旦やめて、どうなるかな？下攻めていくかな？待てよ。あ、そっか、編成できねえんだ。はい。はい。長宗我部とこれかな？こうのって。あ、ここ来たね。まあ、出ないけど。これでいてもしょうがねえな。よし、
万全、これは。いい時に攻めてくれましたね。下に一匹か。いやー、ここは守りやすいぞ。あら、出れないじゃん。どうしよっかな。鉄砲撃ちてえしな。ちょっと鉄砲撃ちたいからこうしよう。どっから来るか分かんないけど。はいはいはい、よし、56か。よし、何やってんのあれ。おお、マジかよ。すげえめんどくせえことになったな。入ってきてからでいっか。ここはどこで迎え撃とうかねって言っても、鉄砲撃てる場所ここだもんな。鉄砲一人しかいない。あ、鉄砲一人だけで S か。うん、やっぱここで迎え撃っちゃうのがいいと思うんだ。届くぞ、多分。あ、この人ここにいんだ。161いきなしか。まあ、これに置いとけいいや。城が柔らかいな。さて、まあ、あれ届かねえか。いっ、よし。早く来ねえかな。はい。あれ動かねえぞ、どうした。なぜそこ登った。撃たれないようにか。頭使ってんね。うん、まあ開ける前に終わっちゃうだろう。撃てい、撃てい。次なる射撃場へ。さあ、きついぞ。さあ、撃って撃って撃って。この人でいっか。はい、やった。ちょっと待って、数多くねえか。122か。ちょっと作戦変更、こうするぞ。はい、作戦としては挑発作戦でいきます。よし、
やべえ、簡単に開いちゃったわ。はい。もう退却でいいや、これ。捕まった。よし。ああ、ちょっとやべえかも。こっからだな。ああ、厄介なの来ちゃった。そいつ来ちゃったよ。よし。撃て。よし。挑発作戦。成功だな。撃て。これに鼓舞しよっか。ああ、登ってきた。登ってきても大したあるダメージじゃないからね。むしろ敵が不利だから。よし。はい。取られた。とにかくこいつが厄介。よし。さあ、耐えろ。よし。さて、耐えて耐えて。よし。いいよいいよいいよ。ああ、登ってきた。よし、こっち戦って。いや、ギリギリだな。さあ。はい。はい、こうして。よし。いい感じに削ってんね。削った。さあ、削った。だいぶ削りましたね。よし、この状態で。ああ。はい。どっち行くかな。いけ。よし、取られた。さあ、向かってくるぞ。大名か。はい。いける。はい。よし。さあ、撃って。はい、すごい気。いい、すごい気。混乱状態でも突っ込んでくるのか。厄介だったな、それ。うっそ。マジか。あ、ラッキー。撃ち放題だ。よし。とりあえず戦力は削ったな。過労過労。ほい。逃げ取った。
さあ、あとここだけだね。まあ取られても別にいいけどね。はい、問題はこの次だな。あったんでどうにもできないでしょう。よし、これはね、欲しい。これは別にいなくてもだな。欲しいよね。下兵士いなくなったな。ここにいんのが180という名の化け物がいるからね。さてどうしようか。とりあえずここの舞台で前出ちゃっても大丈夫なわけよね。ここをどうにかしてんだよな。だからな、ここやっぱね、4舞台欲しいよね。こことここと、こことここ。それか、ここら辺まで平らげることができれば、まあ、最悪、ここまで一気に平らげちゃえば、ここと、ここに置けるんだけどね、こことここ。ただ、それをやるってなると相当大変だから、とりあえずは訓練、やりましょう。で、ここの兵力がだいぶ削れちゃったでしょう。鉄砲やっぱ S 以外にも必要だな。つくづくそう感じたよ。ここは B2 人いればいいから、こっちに移動させよう。で、こっちは兵士は前回攻めた時と変わらないぐらいでしょ。ここに兵士30持っていくでしょ。ここの兵士持っていけるんじゃない。移動して、よし、ここに危ねえのいるからな。この一個邪魔だよな、正直。どういうふうに落とそうか。とりあえず今上の舞台はこのまんまにして、島津移しちゃうか。家久、島津を一応8にいるっちゃいるのか。246や、この146の人はいいかな。ちょっと残念ながら下に島津移しちゃおう。これで教育のしばらくはね、家久を育てるターンですね、上は。まあ、手のかからない感じですからね。で、ここが編成できるんだね。ああ、で、124とか入ってんのか、一応ね。
よし。鎌田さん。この72没収。川上さん。この人も徐々に頑張ってもらわないとね。これ持たせんのありだけど、あっと。126か。この7中途半端だな。種子島。これを移動して。この85の人もいらねえのか。どうすっかな。とりあえず戦闘力高い人に割り振っとこうか。で、褒美。よし。褒美。ごめん。もう一回かな。よし。これでなんとか裏切られないです。ミス。ああ、徴兵できなかった。徴兵できなかったな。まあ、こっちの方移動させておくか。お、ここにいるね。75。まあ置いとくか。とりあえずこんなもんでセーブをして、これで一旦終わりにしましょうか。余裕ないみたいですね。ほら、ここにしかいないもんね。あ、まだ動いてないのか。じゃあですね、次回はまあイメージ的に言って、まあここの部隊が動くわけですけれども、この部隊ね、ちょっと兵士があれですけれども、まあこの部隊で攻めて、ある程度取っちゃおうか。どこまでいけっかな。頑張って取ったとしても、ここ、この、この4つか、こう取るかになっちゃうんだけど、戦闘100。あ、鍋島さん、そっか、裏切ったやつがいるんだな。うん、舞台をここ分けれないのが言ってんだな。ちょっとしばらくは下集中しようか。この第二舞台でこう平らげて、ここに一舞台置くと。ストッパー153がいるね。ストッパーとして置いておき、こっちの部隊で上を徐々にこう削っていくと。こういう感じだね。ここら辺。で、ここをこういう感じ。で、3部隊で守る。というビジョンでいきたいので、まあ、次回は、どうだろうね。まあ、こういう感じにして。これ全部取っちゃうとあれだろうから、民中、ねえじゃん。そうだね。どうだろうね。ここ攻めて、ここまで入るってことは。いやー、でも、ここ取ったり、ここの、次回この4つ取りましょう。で、それと同時に、ここも早めに叩き潰しておきたいんだよね。ただ、毛利が守りに来ると、機
川元春いるから非常に厳しい戦いになるね。まあそこら辺はおいおい考えながらやっていけたらなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。